皆さんこんにちは。丸吉弘選手といえば巨人の1番を務めることが多く、とても人気の高い選手かと思います。2000本安打も期待されている選手ですが、どうやら不穏な空気が流れているようです。今回はそんな丸選手について見ていきたいと思います。22日の中日戦で丸選手が自身11本目となる初回先頭打者アーチを放ち、チームを盛り上げました。この日は1番右翼に入って先発出場でした。0対0で迎えた初回に、相手先発左腕の小笠原選手が3ボール1ストライクから投じた5球目の直球を丸選手が右翼スタンドへ放りました。丸選手の本塁打については、15日の DeNA 戦で相手先発左腕の石田健選手から右越え2号ツーランして以来、5試合ぶりとなる今季3号目となりました。偶然にも前回もこの日と同じ堀田選手の先発試合だったといいます。丸選手の初回先頭打者本塁打は2023年6月4日の日本ハム戦以来約1年ぶりとなり、自身通算11本目です。巨人では今季丸選手を含めて9人の選手がスタメン1番を務めていましたが、初回先頭打者ホームランは開幕から45試合目で初となりました。しかし巨人は現在今季ワーストタイの3連敗中です。白星となれば丸選手が本塁打して、堀田選手が投げた15日の DeNA 戦以来1週間ぶりとなります。そんな丸選手はチームに勢いをつける打席にしたかったので、最高の結果になり良かったです。追加点を取れるようにやっていきますと意気込みを語りました。しかしそんな絶好調に思えるような丸選手に水を差すような報道が飛び込んできました。球団 OB の話によると、2000安打達成も徐々に見えてきた現在ですが、果たして巨人で達成できるのかどうかと首をかしげているようなのです。4月30日のヤクルト戦は3試合連続で1番としてスタメン出場しており、今季1号を含む2安打1打点と気を吐きました。開幕から主に中軸を担ってきた丸選手ですが、4月19日の広島戦から7試合連続無安打と極度の不振に陥っていたのです。しかし4月28日の DeNA 戦に1番起用されると3安打3打点をマーク。前述した通り5月に入っても好調の様子で復調気配を見せていますね。そんな丸選手は昨季終了時点で通算1696安打でした。迷宮会入りの記録まで残り304安打に迫っています。丸選手については35歳という年齢を考えても達成の余地はもちろんあると考えられているのですが、問題は巨人との契約年数といいます。5年契約が満了した昨オフに新たに年俸変動制の2年契約を結びました。今期年俸は4億5000万円から大幅ダウンすることとなり、なんと1億7000万円減の2億8000万円でサイン。今後の成績次第で年俸は下がる一方でしょうし、場合によっては契約が満了する来年限りで戦力外ともなりかねないというのです。放送関係者は開幕から不振に陥ったのは、キャンプ終盤に右脇腹の張りで離脱し、初実戦が3月にずれ込んだ影響もあったでしょう。しかし、すでにレギュラー扱いでなくなっていることも確か。若手のホープで2軍でくすぶっている秋広が順調に成長していれば、丸の出場機会は減っていたでしょうと語ります。丸選手が2000安打達成と契約延長を勝ち取るためには、この2年間の成績がとても重要になってきます。来季の大台達成は決して不可能な数字ではないと見られていました。しかし近年の成績を見ると、2022年143安打、2023年に関しては94安打の計237安打という成績でした。この成績から現実問題として厳しいとささやかれ始めました。丸選手の打撃技術と実力さえあれば、3年4年とじっくりと時間をかければ2000安打に到達することは間違いないでしょうが、問題は巨人との契約が来年までしかないことです。丸選手が2000本安打達成するためには契約延長を勝ち取るしかないのです。仮に来季までに230安打を積み重ねると計1926本で残り74本となり、残り100安打を切ることができていれば、1、2年もやれば到達できるでしょう。いくら外様選手の扱いが厳しいと言われている巨人でも、あっさりと首に鈴をつけることはないはずと見られていますが、今後何があるかはわからないので、まずは中軸に確実にカムバックし、レギュラーの地位を固めたいところですね。
そんな丸選手の現状にネット上ではいろいろな声が聞かれました。丸を切る余裕あるわけない、巨人の外野手見ればまだまだ安泰だわ、併用みたいな使われ方で300安打なら 4,5 年はかかるんやないか、晩年は中日で代打やってそう、まあ一方的な首はないやろ、大幅減俸か盛大なセレモニー、どっちか選べくらいな感じ。こうしてみると広島残ってた方が良かったんかね。巨人って活躍する選手には高年俸払ってファンもチヤホヤしてくれるけど、活躍できなくなったら冷たくなるよね。丸は出続けたら必ず結果を残すタイプ、腹みたいな我慢ができない監督とは合わない、丸は広島に骨を埋めるべきだったんかなやっぱり、といろいろな意見が交わされることとなりました。丸選手の2000本安打については今後も注目が集まりそうですね。そんな丸選手ですが、引退後の去就がもうすでに決まっていると言われています。一体どういうことなのでしょうか。昨年ライバル球団の阪神が38年ぶりの日本一に沸く裏で、巨人の阿部慎之助新監督に託されたのは原辰徳前監督時代に低迷したチームの再建です。チーム改革が進む中、去就に注目が集まったのが原監督時代に広島から FA で加入した丸選手でした。丸選手は移籍2年目の2019年、2020年にリーグ優勝に貢献した選手の一人でしたが、昨季は打率2割4分4厘18本塁打と不本意な成績に終わりました。スタメンから外れる試合も多く、広島時代の2012年以来11年ぶりに規定打席に到達できずに100安打を切ることとなりました。昨オフで5年契約の最終年だったこともあり、2022年8月に取得した FA 権を再行使して広島に出戻るのではないかとも見られていました。しかし蓋を開けてみると、丸選手は阿部監督がベテランの参加を免除した秋季練習に自ら志願し、初日から全体練習に参加しており、全日程の2週間を解禁したのです。さらに最終日になると、練習後に外野グラウンドで阿部監督と密談している姿が発見され、笑顔を見せていました。丸選手は不甲斐ない成績で外野レギュラーも確定ではない状況だったため、阿部監督に再出発の覚悟をアピールし、手応えのある反応を得られたのではとの憶測も飛びました。丸選手は阿部監督と談笑した後、記者に対して、僕が見始めた時は阿部さんがちょうど入団された頃ぐらい、選手の時もコーチになられてからもすごくフランクに話しかけてくれるなどとリスペクトしているようなコメントも欠かすことはありませんでした。2021年に DeNA から加入した梶谷隆之選手を含め、原監督時代の FA 選手はいずれも年齢的にピークを過ぎています。若手との入れ替えを図りたい球団側の戦略にはハマらないからこそ、広島への出戻りも取り沙汰されていたわけです。しかしその後の FA の申請期限が翌日に迫った11月13日には、報道陣にFA 権は行使しないと明言することとなります。残留するという丸選手の決断はチームの目指す再建を揺るがしかねないものでした。そんな中、驚きの証言をした人物がいました。巨人 OB は、丸は川崎のジャイアンツ球場近くに豪邸を購入しているんです。早々の残留宣言は巨人に骨を埋めるつもりということでしょうと声を潜めて言います。原監督の FA 補強はミスターの頃から続く欲しい欲しい病の系譜と言われています。巨人は FA の契約条件として引退後のコーチ就任を保証しているケースが多少なりともあります。そのせいで優秀なコーチを入れることができずに、地位を保証されたコーチ陣の頭数だけ多くなっているといいます。政権が変わった今でも、過去に補強した選手が行ってしまえば不良再建として積み重なってしまっているのです。実は丸選手にも引退後にコーチ就任のレールが敷かれているのではないかという噂があります。長く巨人に関わる OB にはジャイアンツ球場近くに生活拠点を置く人が少なくないとのことです。もしかしたら丸選手の豪邸購入の背景には、そういった裏事情が要因となっているのかもしれません。また巨人の不良債権が増えてしまうことになるのでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は丸選手について見ていきました。2000安打が先か首が先かと言われていますが、丸選手がピンチでも笑顔でいられるのはコーチとしてのレールがもうすでに引かれてあるからかもしれません。ただ現役でいる今はチームのためにも頑張ってほしいですよね。丸選手の活躍に期待するとともに、
今後の丸選手の動きに注目していきたいと思います。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。